これは多分いい当たり一番ないな。おお、飛んでそう。どうもです。今回ですけども、アマチュア志田とかです、はい、ヘッドスピード40と45のアマチュア2人がアマチュアのためにやる志田動画です。で今日もね、ゴルフパートナーのね、はい、ヒューマンのゴルフパートナーにお邪魔してます、はい、でまあぶっ飛びクラブね、僕らの大好きなアマチュアでぶっ飛びクラブ、はい、でコブラのね、はい、エアロジェット LS ありましたけど、はい、今日はそれの5番ウッド、はい、エアロジェットの5番ウッドを試打してみたいな。ノーマルだよね。ノーマル、ちょっとぼけちゃう。はい、18度ね。18度、はい、でこれカチャカチャついてます。はいはい、はい、最近はもうなんか人にもカチャカチャが普通になってきたね。でまあ特徴はここにウェイトがあるっていうのと、うん、まああとやっぱ形なんだろう、ね、まああとこのフェースがねちょっとこう下まで、うん、ジェット的な形なんでしょうか。そう、まあ、ポケットカップフェース、うん、カップフェースなのかな、うん、まあでもホットフェースって書いてある、はい、なってますね。でまあ、とりあえず飛距離だよね。そうだね、何歩飛ぶんちゃうと。で、あの5番ウッドのさ、俺飛距離のアンケート取ったんだよ、ツイッターで。したら、だいたいね、5番ウッドで200ヤードぐらいっていうのが多かった。あ、トータルだよね、多分ね。そう、200から210ぐらいっていうのが多くて、うん、俺コースだと180から90ぐらいだよね。あ、まあもう1段階ぐらい飛ばせるようになりたいんで、はいはい、まあこれがもし200とか飛べばね、うん、買おうかなと、はいはい、でも5番ウッドはさ、地面からも使うでしょ。そうだね、そこはちょっと難しさとの兼ね合いもあるよね。そうだね、だからやっぱり打率も高くないと本番ではあんまり使えないよね、うん、5番ウッドってね。だから難しいクラブだとあんまり平均飛距離でいうとちょっと落ちちゃうね、うん、一発の飛びだけじゃないですから、ね、ゴルフってね。ということで、じゃあ今日は、はい、これを試打していきますか、はいはい、じゃあ計測器はいつものガーミンあるしね、はい、ガーミンちゃんですね、はい、なんかちょっと長いかな、長め、長く感じるな発展案の5番俺の長さが分かんないよ、なんぼか。あ、ちょい長かもしれない、やっぱり結構長いな、うん、多分俺標準にしてもらってるはずだから1インチ半インチぐらい長いかな。長いね、うん、まあそれがね、その飛びに直結するかどうかってすごい微妙なところだよね、うん、アマチュアが結構あれだよね、飛ぶクラブって実は長かったですみたいなのあるじゃん。そうそう、それはね、あるあるだよね、うん、じゃあまた、あ、このね、お、次はねヘッドがさっきよりはあるかな、 UT より、 UT よりヘッドある感じする。ああ、これもやっぱ振らないと飛ばない系だと思うんだよね。まず普通通り、はい、普通通りいきます。そうっすか、うん、そうですか、183、すごい勝手に球上がる感じではないかも、うん、あ、ごめんなさい、やっぱいいね、その高さでやってくれるとカメラ動かさなくてそれコブラのさ、スピード NX ってしならないんだよな、硬い、うん、で多分ちゃんと振らないといけないんだと思う。そうだね、うん、ちょっと買うんだけど低スピンでいってそう、うん、194、うん、ちょっと今勝手に上目に当たるやつでいきましたお、これはいいよ、弾きはいいね、うん、転がって当たって195、弾きます、はい、ただ UT とそんなか195だから、あ、 UT より220ぐらい、あ、ちょ、210ぐらい飛んでるわけね。そうだね、うん、あ、まあじゃあ UT って言ったけど10ヤードぐらい飛んでるよ。そっか、うん、じゃあいいな。
振ると捕まるかも。196どう、でも難しさは、なんかね、優しさはない、球は多分上がんない。うん、で弾くって前に行く感じだね、どっちかっていうと。じゃラスト、うまく当たればじゃない、ラストしっかりいきます、はい、もっとしっかり。これは多分いい当たり一番。おお、いいんじゃない205。はい。いやでも今のどれだけ出せるかって、そう、あの振りでコースで打てる205だから220ぐらい飛ぶでしょ、ね、一応。確かに当たれば相当飛ぶと思う、今みたいにビョンって出たからコースじゃ出ねえですでも飛ぶ、確かに飛ぶ、はいはい、ただ難易度は高い、はい、じゃあ旗お願いします。これ、はい、的にはね、ステルスプラスのフェアウェイウッドの方が優しかったと思う。ああなるほどね、調整機能とかもあるから、うん、全然あの幅広い人をカバーできると思う、あれの方。結構でもちっちゃい気がするな、このそうだね、まああんま大きくはない、うん、でもまあ厚みとか大きさとかちょうどいいぐらいじゃないかな、うん、なんかでもしっかりしてるね。うん、しっかりしてる、シャフトは。うん、どうですか209、これ全然俺より飛ぶんですか、はいはい、飛んでるね、飛ぶわ、弾きすごくね、うん、いや、めっちゃしっかりしてるよ、シャフトも。シャフトがね、めっちゃしっかりしてる、うん、本当にそれでラウンドいけちゃうよねおお、球低いか、ちょっとミスった。いや、今のいいですけど、だいぶ。どうですか、205、205もうちょい上がってほしいけどねちょっとじゃあ振りますか。はい、振っていきます。こうやってスイングを壊していくラウンドに影響が出るからね、俺らの動画ってこれ飛んでんじゃないかな。210、うん、ちょっとね、左が怖いね、こうなると。ちょっとあの振り始めると左いくよね、うん、これは分かる、うん、まあ、右に行く感じしないね。おお、飛んでそう。今のいいじゃん。220、うん、打感めっちゃいいわ。打感いい、うん、結構でも弾かない。あ、そうかな、なんか白よりはいいけど、全然一番いい当たり、振っていい当たりした時は柔らかい、うん、普段はちょっとカチッて硬いんだけど、あ、これちょっと左に、左の怖さが捕まるね。右の怖さあんまないかな、逆に。あ、今ちょっと薄め、うん、ちょっと下め、それでも208、うん、結構飛ぶね、飛ぶ飛ぶ、230、やっぱ飛ぶんだわ、飛ぶわ。私これ逆には右のコースあんまりないから、限定的っていうのも限定的かも。ああ確かにね、うん、私ここで調整もできるからな。そうだね、うん、捕まり抑えることもできる。ちょっと来角とかをフラットにしたら、そうだね、もしかしたらいいかもしれない。いや、実戦で使う勇気がないかな。実戦であそこまで振れないね、うん、もうちょっとさ、振らなくても球上がってくれる、うん、打ったっていっぱいあるじゃん、うん、そこっす。私なんか優しさが気軽に使えない。ヘッドスピード速い人もね、うん、やっぱりエアロジェットは、うん、だし形的にもちょっとやっぱこういうのが好きな人じゃないと無理なんじゃないかな。ちょっと難しそうに見えるね、うん、確かてな感じですね、はい、ただ飛ぶね、やっぱ飛びますね、はい、飛びのエアロジェット、飛び、本当それおかし、大丈夫なのかね、反発係数とか。おかしいんだって、エアロジェットアウトしてるかもしれない。全部飛ぶもんね、うん、おかしい、明らかに飛ぶよ、うん、じゃあ打ってみてください、はい、ありがとうございました。